真鍋義弘です。愛知学院大学総合政策学部の4年生です。スポーツはバスケットボールを小学2年生から大学に至るまで続けてきました。やっぱり一人でやるスポーツではないので仲間と協力して高め合うことが好きです。やっぱり毎日きつい練習に耐え粘り強いことは学んできたと思いますので、仕事も毎日一生懸命頑張っていきたいです。僕のマイボールにしたいです。